美咲と小太郎、二人のワクワクデート。B 5地点チェック終了です。なんとか決勝戦までに間に合いそうですね。この新システムはエンジェリックレイヤーの戦い方を変えますよ。それにしてもすごい動き、本当に天使みたいに軽やかで。ここ何日かぶっ続けでテストしてるのに、さすがですね。尾形、座布団5枚や。僕何も面白いこと言ってないですけど。ドラホ、大喜利やない。座布団取ってこい。梅昆布茶もや。ほっと一息つくときは日本人はやっぱり座布団や。休憩取るんですか。まだまだいけそうですけど。持ってこられへん場合はワイと二人羽織で梅昆布茶飲むんや。梅で梅昆布茶すぐ取ってきまーす。いいちゃん、まだ大丈夫です。急がないと決勝戦に間に合いません。そんなん余裕で大丈夫や。だったらもう一回チェックしましょう。試合途中に事故でも起こったら大変ですから。梅昆布茶ありましたけど、座布団はクッションしかありませんでしたよ。今だ、テストは中止や。はい。罰ゲーム、ちゃんとやっときや自分だ。大丈夫だって言ってるのに。いっちゃん、俺の前では無理せんといてほしいんやけどな。ごめんなさい。でも今は精一杯頑張りたいの、美咲のためにも。すいません。煽りはあったんだ。君の罰ゲームに巻き込まないでほしい。あっち。そんな冷たいことを言わないでくださいよ。はい、美咲ちゃん。ごめん、たまやちゃん。に痛めつけられるのもいいな。たまやちゃん、ごめん。小林、ほっとすんなよ。サンキュー。そんな気にするんだったら責任取ってあたしんとこ嫁においで。私の弱点は運動神経切れとるとこやけど。弱点？城之内彩さんに言われたんよ。決勝戦までに弱点を克服できるかどうか楽しみやって。かー、そんなの嘘だって。美咲ち動揺させるための。そうか、敵は心理作戦で来たか。ならこっちも、弱み握ってやる。尾行でも何でもして。たまよちゃん、キッキッキキー、任しときなって。捕まらんといてな。人以外は平均値か。特に弱いとこないな。鈴原、小太郎ちゃん、はとこちゃんも。今日はこいつに買い物付き合わされてさ。優しいお兄ちゃんやな。な。いや。優しい男ってただのいい人で終わっちゃったりするのよね。こんなのやってたんだ。ちょっと私もやろうっと。あ、おい、買い物。全部 A か。
すごいな、ハトコちゃんは。私、こんなんでよく勝ってこれたな。ミサキとヒカルには数字では測れない何かがあるのよ、きっとね。そうやろか。急がんと翔子さん帰ってきてしまう。それじゃあ。ミサキ、ちょっと元気なかったね。え、ああ。こういう時がチャンスなのよ、女心をつかむ。お前だ。翔子さん、お酒好きやし、お酒が進む料理がいいかな。いらっしゃい。すみません、そこのお刺身を。あいよ。お嬢ちゃん、お使いかい。えらいね。小学4年生くらいかな。あれ、3年生。お嬢ちゃん、お刺身は。小学生、しかも3年。やっぱり小さいよな、私。ひょっとして光の弱点は小さいこと。うんね。あの白いエンジェルは自分より大きな相手とファイトして勝っとった。小さいは関係ない。鈴原な、意外と歩くの早いな。小太郎ちゃん、どうした？いや、何かあったのか。な、悩んでるみたいな顔してたから。うん、ちょっと。ヒカルの弱点か。うん、なんか気になってしまって。いや、気になって当たり前だよ。対戦するかもしれない相手にそんなこと言われたらさ。ねえ、心当たりあったか？弱点。うん、ごめんね、なんか心配かけてしまって。飛んでしまった。空手見てみるか。な、弱点の克服になるかどうかはわからないけど、新しい技のヒントにはなるかもしれない。ありがとう。俺まだまだ上手くないけどな。嬉しい、ありがとう。あ、いや、いつやったらええ？ あ、じゃあ今度の日曜は昼の12時。うん、ここで待ってるよ。あ、じゃあ。バイバイ。な、え？私、お弁当作ってくね。うん。あ、お刺身。あとお茶忘れんと持って行って。小太郎ちゃん、男の子やからきっといっぱい食べるんやろね。おにぎり、もうちょっと握ってこ。おはよう。翔子さん、おはよう。日曜日なのにお弁当？小太郎ちゃんと公園で食べよう思って。小太郎ちゃん、ああ、レイヤー会場で女の子に逆エビ食らってた子ね。逆エビって何？逆さまにあげたエビフライ。でかしたぞ、美咲。さすが私の姪っ子。なあ、違うんよ。私のために空手を見せてくれるから。公園で空手しながらデート？最近の子はそうなの？違うよ。なんだ、エンジェリックレイヤーのためか。本当に夢中ね。
こんな豪勢なお弁当ちゃちゃっと作れるなんて、美咲本当にいいお嫁さんになれるわな。小太郎ちゃんこんなお弁当食べたらその気になってキスとかしちゃうかも。どうする、どうする、ちょっと歯磨いた。あーびっくりした、翔子さん冗談ばっかなんやもん。いや、俺が早く来ただけだよ。ほんまに？うん、そんなに待ってないって。よかった。あ、行こうか。せっかくやからここでお弁当食べていかん？え？こんなにいい天気やし。そうだな、そうするか。ああ、美味しそうだな。どうぞ。いただきます。うまい。ほんま？うん、嬉しい。私、作ってる時、小太郎ちゃん何から食べるかなって思ったんよ。小太郎ちゃん、卵焼きから食べてくれて。不思議やな、私そう思ったんよ。大当たり。お茶。はい。サンキュー。暑いから気ぃつけてな。うん、こないだも思ったんだけど、鈴原の手ちっこくて可愛いな。そうな、だからおにぎりもちょっと近くなってしまうんよ。でも美味しいよ。いっぱい食べてな。うん。もうすぐだよ。うん。小林道場。わあ、大きい道場やね。あれ、小太郎ちゃんも小林くんってことは、うちの道場だよ。どうぞ。お邪魔します。今日は休みだから誰もいないよ。そうなんや。わあ、広い。ちょっと着替えてくるからここで待っててくれるかな。忙しいのに小太郎ちゃんが空手見せてくれるんやもん。一生懸命見て、なんかヒントになること見逃さんようにせんと。ひかる、私頑張るから。待たせたな。はあ、小太郎ちゃんよく似合ってるよ。じゃあ始めるか。はい。簡単なのしかやってないよ。そんなことない、すごかったよ。なんか一つ一つの動きがすっごい綺麗やった。ありがとう。けど俺よりもっと強い人のはな、それこそ無駄な動きが一つもなくて本当に綺麗なんだ。最小限の動きで最大限の効果を出せるように。最小限の動きで最大限の効果。
それするのに小さい大きいって関係ある？ないよ。それはどうしても体の大きい方が有利だけど、小さい人には小さいなりの戦い方がある。小さいなりの戦い方。最小限の動きで最大限の効果。小さいなりの戦い方。なんか参考になったか？弱点のことはまだわからんけど、なんか元気出てきた。ありがとう、小太郎ちゃん。鈴原な？小太郎ちゃん。はい。そこまでたまよちゃんをハブにして二人で同情デートだ。どういうこと？これはおそらく美咲ちお手製ベッド。中身は卵焼きに、あ、ミートボールとか。こりゃただじゃ済まないわよ、小太郎ちゃん。たまよちゃん。え、今の技何？ふん、私の48の必殺技の一つ。もう一回見せて、お願い。いいけど、次は小太郎ちゃん本当に死ぬかも。今の覚えられたら新しい技にできるかも。美咲ち行っちゃったよ。みたいだな。あ、美咲ちお弁当箱忘れてった。私が洗って明日返してあげるよ。あ、いいよ。小太郎ちゃん、美咲ち可愛いもんね。え、たまよ。素直だし、料理もうまいし、小太郎ちゃんがやられちゃっても仕方ないよ。ベベトも、やっぱり美咲ちとのラブは、私を倒してからなんだよ、これが。あらら、ギブギブギブ。あきらめるしかないな、洗濯も。ヒカルも濡らせたくないし。ごめん、もう少し雨宿りさせてな。大次郎さん、こんにちは。こんにちは。元気そうだね。はい。そう、元気ならいいんだ。決勝戦だけど、何か新しいシステムが採用されるらしいよ。エンジェリック・レイヤーの戦い方を変えるようなね。新しいシステム。君の戦い楽しみにしてる。